3位のはこちら、関東近郊で移住におすすめの市町村第5弾。今密かなブームになっている移住、今回は新しいことを始めたいと思っている人にとって興味深い移住先です。若い人はもちろん、セカンドライフを考えている人も注目ですよ。関東近郊で移住におすすめの市町村を紹介するこの企画、これまで放送では群馬県嬬恋村で格安物件を購入して移住ライフを楽しむ夫婦や、さまざまな支援を受けられる自治体を紹介してきましたが、今回移住におすすめの市町村を紹介してくれるのは、こちらは有楽町にあるふるさと回帰支援センターです。見てください、中入ってみますと、ずらーっと地域ごとにブースが分かれていて、それぞれの地域に詳しい担当者の方に移住の相談ができるということなんですよ。こちら NPO 法人ふるさと回帰支援センターでは、44都道府県維持政令指定市の移住相談を誰でも無料ですることができるんです。で、今回キロアナウンサーが向かったのは、ありました、今日お話がこちらです、栃木です。お店以外にもこんな事業を始める人への支援も。栃木県で有名なのは生産量日本一のいちご。鹿沼市は2016年にいちご市を宣言し、いちご柄の郵便ポストや市役所入り口には巨大ないちごの大文字、さらにいちご神社を作り、いちごを大々的にアピールしているんです。そのいちごを作っている中山さん夫妻、実はこちらも茨城県から大体、7年前こちらに、鹿沼市に移住してまいりました。茨城にいた時には普通に会社員をやっておりました。移住していちご農家を一から始めた夫婦なんです。鹿沼の方ではいちごで就農したい方に向けて支援も非常に充実してまして、はい、市独自の研修制度っていうのを設けてますので、こうやって育てたらいいですよっていうのを伝授してくれるんですか。そうですね、一番に生かした収納というところを目指してサポートをしてもらいますので、研修期間は2年というものがありますが、私個人としてはおすすめですね。1年間だともう入ってすぐにもう卒業という形になってしまうので、一号一からもう全部作る、最後までやるというようなプロセスをやっぱり鹿沼市では体験できるかなというふうに思っております。その他、新事業を立ち上げない移住者への就職支援にも力を入れています。もともと木工業や、林業で栄えた多い地域になるんですけども、木工関係のお仕事もたくさんありますし、細長かった移住希望の方も鹿沼市内の木工業者さんの方に就職を決めて移住されたという方もいらっしゃいます。2年前、横浜から家族4人で移住し、木工業者に就職した鈴木さん。前の職業はシステムエンジニアで、木工の仕事は全くの未経験だったんです。私自体を私の知らなくてですね、でも実際にその紹介いただいてから、広報マッコリーという形の委員長をしていた弊社の社長に、実際私自身をコンタクトに飛ばせていただいて、住むところから砂浜働くところまで出してサポートいただき、木工の仕事を未経験から、現在はこのような木の桶を作り販売できるほどの腕前に。今現在やりたいことという形では実行できていると安心しております。ということで、鹿沼市では伝統的な木工業、空き店舗を活用したお店の開業、さらにいちご農家に特化した研修など、新しいことにチャレンジしたいという人にはおすすめの移住先なんです。